パハルプールの仏教寺院遺跡群は、バングラデシュ・ラジュシャヒカンクにある仏教寺院の後、8世紀半ばから9世紀にかけて建設された仏教寺院遺跡群。バングラデシュはイスラム教国であるが、当時、この地域はパーラ王朝の支配を受け、その時代には仏教が大いに栄えた。これとともに、この地域には多数の仏教寺院が建設され、 その最大級のものがパハルプールである。ちなみに、ベンガル語でパハルは山、プールは中核を意味する。建築当時、ここには戦闘が建っていたと思われるが、現在ではレンガ作りの基礎と周壁が残っているだけである。所蔵ここはかつて一辺百三十メートルの敷地内に百七十七の僧院、七十二の台座、中座、普通利塔が存在し、 千人もの僧を収容することができる仏教寺院であった。この施設配置はインド仏教末期の典型的な配置であり、当時の中核的な仏教施設であったと言われている。各部屋には中庭へ続く問いがあり、当時すでに下水道施設が存在したものと思われる。壁にはおよそ2800枚に及ぶ粘土を素焼きにした素像がはめ込まれており、そこには 仏陀やヒンドゥー教の神々、動物や人などが描かれている。このような理由から、パハルプールはこの一帯における仏教の中心として、発達、巡礼者は17世紀まで続いた。また、建築様式は、ビルマのパガン遺跡やクメールのアンコール遺跡に、多大な影響を与えたと言われている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。